こういった女性の意見も知らない人が多いと思いますよね。そうね。童貞率8割チャンネルだからね。うん、女性が今夜抱かれてもいいと思う瞬間、うん。女性だってムラムラする夜もあるんです。あんだって本日のテーマは、女性が今夜抱かれてもいいと思う瞬間です。女性が今夜抱かれてもいいと思う瞬間。この動画をクリックしてくださった方、おそらくモテたいんだと思います。そうだね。つまり 結論的には女性を抱きたいんだと思います。ま、ッコつけずに言うとそうなりますよね。でもおそらく今見てる皆様、女性を抱きたいタイミングで抱けていませんよね。はい、間違いありません。それはなぜだかわかりますかお酒が足りないからですか女性を見極められてないからです。女性を見極められてないどの女性が今夜行けるのか、意、うん、中の女性は今夜ありなのか、うん、そしてあなた自身はその対象になれているのか、その選別ができていないからということです。つまり情報と判断が足りてない。ボロ雑巾 いやそのとおり女性が抱かれたい男の象徴はいまだにキムタクと福山雅治と思っているそこのあなたえ違うの時代は変わりました時代は変わった女性の立場も変わり好きな男に抱かれたいというより、うん、抱かれたいと思った男性がいれば自ら抱かれに行くそんな女性も出てきました肉食女子ってやつだねしかしそんな女性だってもちろんいつでも誰でもいいわけではありませんそそりゃそうだよねなのでまずは女性に抱かれてもいいと思う男性に共通する特徴 についいいいいてて紐解いていきたいと思います、うん、女性が抱かれてもいいと思える男性の特徴これまで抱きたい女性を抱けずに、うん、抱きたい夜も抱けずに、うん、夜な夜なスケベな動画を見あさってきたそこのあなた。なななんだよ 今日の動画を最後まで見たら、明日から、いや、むしろ今夜、素敵な女性と、ちょめちょめ、あるかもしれませんよ。ちょめちょめ。なので、この動画を最後までご覧いただいて、悪くないなと思ったら、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ぜひ、お願いします。早速、女性が抱かれてもいいと思える男性の特徴、紹介していきたいと思うんですが。お願いします。さすがに、清潔感とかね、品があるとか、はいはい、そんな当然なこと言いません。あ、もうその辺は、ある前提ではいはい、はい。その辺はもう最低限の要素となりますんで。うんうん、そうだね。その辺 のね。説明は走らせていただいて、そうですね、こんな男が女性から抱かれてもいい？ と思うんだよ。というのをね、ご紹介させていただきますので。わかりました。早速参りたいと思います。お願いします。あそこが硬いあそこが固いいやいや、やめましょう。いきなり下ネタは。あ、これはね、口が硬い男のことです。いや、勘違いしたのは僕だけじゃないはずだ。よく飲み会の席とかでね、男の武勇伝を語る人いますよね。いや、これ必ずいるんですよね。何人と付き合ったとかね、誰々とやったとかね。そんな女性経験をね、生々しく自慢するには、 大暴落だよね。もし男同士だとしても嫌いな人もいますし、どこで誰がね別の場で噂にするか分かんないんで、でアルコールが入った場での自慢話はしない方が賢明です。確かにね、絶対しない方がいいね、これはね。もちろん女性関係のこととか、これまでの経験談だけではなくて、うん、女性から何らかの相談を受けた場合に、その内容は口外しないようにしましょう。相談も言わない方がいいね、うん。秘密を守ることで女性からの診断 高くくなりますんで普段から意識してみてみださい口が硬いことで抱ける確率はグッと上がると女性が抱かれてもいいと思える男性の特徴2つ目はギャップがあるギャップね例えばこわもてな見た目なのに優しい人とか、ねうん、弱そうな見た目なのに意外とたくましい人など、うん、まあギャップがある男性に女性は弱い傾向がありますプラスの方のギャップね自分の性格や見た目の特徴、まあ、特に第一印象を知った上でギャップを演出するようになれば女性に魅力がる 魅力的だと思われるはずですまずは自分を知ることからだ。落差が大きいほどより魅力的に感じるので、どんな特徴でも生かすようにしてください。線画のフォークと一緒だ。元々の印象とはギャップがあるほどモテには有効です。今中のスローカーブ。女性性が抱抱抱かれてもいいいいと思える男性の特徴3つ目は辛抱強い辛抱強強意外な着眼点ですね諦めない心を持つ男性も、抱かれたいと思える特徴に入ります。諦めない心。どういうことか、まあ、ご説明させていただきます。はい。多くの女性 男は男性側からそういった夜のお誘いがあった時に一度は断るものです一度は断る特にワンナイトな関係ならなおさらですワ,ワンナイトにはワンクッション入れると友達だから無理明日早いから お父さんのいとこが遊びに来ててお父さんのいとこさまざまな理由で断りを入れます最後のはもう無理じゃないこれはしりがるな女だと思われたくないという女性のプライドがあるからです女性のプライドをしかし一度断られてもめげずに再アタックすれば推しの強さに負けてしまうことは意外と多いんですよそうなんですかでももね多くの男性はそそれれをしない、うんそれも ちっぽけなプライドのせいです。プライドのぶつかり合いだ。一度断っても懲りずにアプローチを続ければ、女性は本気だと思って、女性は本気だと分かってくれて、相手に伝わります。本気を伝えると。もちろんね、何度かチャレンジしてもダメな場合は、脈なしな可能性が高くて、うん、ま女性側にご迷惑をおかけしてしまう場合もありますんで、潔く諦めることも必要です。ま、リスクも取りながら、引き際も見極める。経営と一緒ですね。そう、女性もビジネスも同じです。チャレンジは一回だけじゃダメなんだね。ダメなんですよ。なる なるほど。じゃあ、この3つの特徴が大事。大事ですよ。そうですか。あそこが硬い。あそこ硬い。あ口だね。口が硬い。ギャップがある。そして辛抱強い。はい。なるほど。こちら重要でございますんで。これで抱く可能性が高まる。あ、もちろんでございます。なるほど。はい。僕はね、以前ね、20代前半の頃ですけども、まあ、ちょっとある女性といい感じなところまで行って、 ことがあるんですよその女性のお父さんっていうのはある名門大学の教授をされてるとお父さんが教授そうなんですよだから結構お金持ちだったみたいでそんなお嬢様の方との可愛らしい人だったんですけどもお嬢様で可愛らしいそうそうそうそのお嬢さんとある日ちょっと僕こんなでもね手をつなぐことができましてあら場所は渋谷だったんですけど当然こちらも興奮するわけですよでこのあとちょっとそういう展開になるのかなって当然期待したわけなんですけどもで終電もねなくなったんですよ なんかいいんじゃないそうい期待するじゃないですか。うん、ねえいよいよそういうことかななんて期待したら、さ、うん、その方、あの、相模原に住んでた方だったんですけど、<う>渋谷からタクシーで帰りましたね。うん。お嬢様すぎて。普通みたいな感じで、うん、お嬢様すぎて、<あ>終電なんか気にせず、渋谷から相模原までタクシーで帰るっていう。すごい。うん。 普通なんだね。終電乗らないでタクシーで帰るっていうのが日常茶飯事だったと。何もなかった。相当距離あるよ相模原。僕は漫画喫茶に泊まりました。あきみはタクシーで帰らなかったんだね。素晴らしい。そうなんですよ。何もなかったね。そのまま。いや、そろそうだろうね。ひちゃうよね。で、一ヶ月後ね、またあの渋谷でたまたまその女性見かけまして、たまたまね。たまたま見かけ僕あの渋谷でバイトしてましたので当時ね。はいはいしたらあの別の男性と腕組んで歩いてましたね。すごいたった一ヶ月。 素晴らしいです。怖い怖い。うん。そういう経験もしてますからね。いい経験してますね。強くなります、人間は。ということでね、抱かれてもいいと思える男性の特徴3つご紹介させていただいたわけなんですが。おさらいさせていただきます。口が硬い、ギャップがある、辛抱強いね。そうですね。この3つの要素があれば、女性を抱ける確率がぐっと高くなると。そうですね。まあ、かなり上がると思います。かなり上がる。確率2倍までは上がるんじゃないかな。2倍そんなに。というのもね、1つデータをご紹介させていただきます。データがあっての2倍なんですね。もちろんでございます。 ワンナイトラブを経験したことがある女性、まあ、つまりパートナーではない、はいはい、あるいはパートナーになっていない男性と、うん、そういうチョメックスをした経験がある女性。チョメックスなんと 43%。43%。半分近く。はい。で、これね、PCMAX さんというところが行ったアンケート調査なんですが、うん、もちろん調査機関によって、まあ、多少のね、誤差はあると思うんですよ。はいはい、だこの同じ調査では、男性に対して同じ質問をしたところですね。あ、えっと、ワンナイトがあるかどうかうそう。男性側にも同じ質問をしたところ、はい、男性は42%だったんです。男性は42%。はい、え、女性の方が高いということですかそうなんですよ。はい。なんとなくねこう、男性の方が経験多そうじゃないですか。そうですよね。 ね、えー、なんか女性の方がね、こうそうちゃんとしてそうというかね。そうなんですよ。うんうん、まあね、たった1%ではありますけど、うん、女性の方が多かったですよ。女性の方がワンナイト経験が多い。<ー>ワンギャルだ。 これ僕何が言いたいいたたか分かりります私は下位になりたい女性は強く押せばもちろん誰でもではないですけどうん、うん、いける女性もかなりいるってことですよそういうことか、えー、だからめげずにアプローチを続ければ抱ける確率かなり上がりますよと改めてあデータがそう言ってんだもんねそうなんですよ確かにデータの時代だからねデータの時代だからねデータの時代だから確かにあのー、直接フリーキックでのゴールが減ってるのもねサッカーでね、うん、直接打つよりいろいろセットプレー工夫した方がゴールするか 確率が上がっ。 するからなんですってあれ。そう。サッカーも女性も一緒ですよ。データを用いたらゴールする確率は上がります。ネット揺らすかあれを揺らすかだ。そうだよ。うん。そうかそうか。データ大事ですよだから。うん。だから中村俊輔みたいなフリーキッカーが減ってるって。やっぱデータ的に見るとね。まあまあ盛り上がれちゃ盛り上がるんだけどね。そうそうそう。そう。ベッカムとかみたいなね。あの減っちゃってるのはそのちょっとこういじっていじってこうこういう形を決めてってやった方がゴール すする確率っってて実際高いんでだから動画とかでもあんま見なくなったしそうだからロマンよりロジカルな方に振っちゃってるんですってサッカーも勝つ方がやっぱ重要ですからだからそれぐらいデータって大事なんだよっていう話なんでしょうねはいありがとうございますじゃあ後半僕の方でちょっとですね僕の実際の体験談を体験談まだあるんですかまあまあ体験まあ僕というか女性の体験談をね女性側の体験談女性側の体験談をそのワンナイトに緩和するそうですそうです 女性の実際のお声をいい参考に勉強になりそうです、ね、はい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 ,はい、はい、これ僕が実際得たものもありますし僕があの調べたものもあります、うん、あそうなんですねはいよろしいでしょうかお願いしますいきます「毎日みるみる育ってく」 なんだか年のせいか成長するものを見るっていうのが楽しみになっていくるんですよね。まあ、ゲームでもそうですよ。育成型のゲームなんかは非常に楽しいです。年を取ったら植物育てて、盆栽をして、そんなことを趣味にしてるかもしれませんね。本日は、あなたが抱きたいのはどっち柴犬か大きな夢というテーマで違いますよ。惜しいですけど、うん、女性を抱くがテーマです。女性でしたね、うんまあ。チキさんは犬も興味ないし、夢も希望もないですから、ね。あるよ、全部。バカにすんじゃねえよ。ちなみにチキさん、女性から、私、今夜あなたに 抱かれてもいいいいかかももみたたなアクションをしててらっっことありますやどうでしょうねうんないですかないとまだ言ってないんでしょ正直ね僕もあんまりないんですよタ樹さんもないないんですよねなのでちょっと僕ら二人じゃこの事実上の体験談をね語りづらいなと思ってそうですね困りましたね僕の方でちょっと調べてきましたあ調べてきた何をですか実際に女性がこの人なら抱かれてもいいなとか今なら抱かれてもいいと思った体験談をねちょっとありとあらゆる Google Google で Google は一つだよもともと特別なオンリーワンだよなのでね僕からは女性が抱かれてもいいと思った瞬間の体験談いいね こちらをね、紹介させていただこうかなと思います。女性が抱かれてもいいと思った瞬間の体験談。はい。このチャンネル9割以上の視聴者さん、男性ですから今は、うん、こういった女性の意見も知らない人が多いと思いますよね。そうね。同定率8割チャンネルだからね。はい。じゃあ早速紹介していきたいと思います。お願いしますで。今から紹介する体験談は3つのパターンに当てはまりますんで。3つのパターンはい。まず1つ目が男を感じた時、うん、そして2つ目が新たな一面を知った時うもう1つがお酒の力でっていうところですね。男を感じた時、うん、新たな一面 感じとき、お酒の力で、はい、この3つのパターンで順番に紹介していきますね、お願いします。これ実際のの女性のお声ですからね本当にあった、実際の女性の声ってことですよね、そうです、ノンフィクションですよ、パターン1つ目のね、男を感じたとき、うん、女性のお声いきます、はい、身長が高すぎず、低すぎず、筋肉は少し鍛える程度の彼、出会った瞬間にどんな行為をするのか、興味が湧きました。 出会った瞬間にどんな声をするのか興味が湧いたいい女性ですね,そうですねお風呂が沸きましたみたいな感じだったんでしょうね黙れクソジジイもう一つ紹介しますシャツからのぞくたくましい腕と胸にもう一瞬でやられたっていう感じそんな彼の胸に飛び込みたい腕に絡まりたいと妄想してしまいました あれですね。こやっぱり鍛えてる男性がいいってことですね。そうですね。やっぱ、きと筋トレはね、した方がいいってことでしょうね。うん、ねこれをも実際、女性がお声で証明してくれてますよね。鍛えましょう、頑張ってね。はい。そしてパターン2つ目の新たな一面を知ったとき、はいね、これ女性の声いきますね。はい、褒めることがない厳しい上司だったのに、飲み会で2人きりになったとき、優しく接してくれて、そのギャップが気になりました。そんな上司としたら、うーっと考えてしまいました。 あ仕事中と違うギャップに惹かれたとエロ上司です、ね、エロ上司ですよ、ね、うもう一つ紹介します、ねいはい、あまり女性経験がないと打ち明けてくれた後輩の男の子が急に可愛く見えましたいつか彼女ができてもエッチなことが下手なんだろうなと想像したら自分が彼女になれました実際は性欲が強かったけど一生懸命してくれて嬉しかったですあ性欲強かったって てありますけどこの女性も実際の行為を想像してますからね性欲強いもん同士だったかもしれないですね性欲強いもん同士だったのかもね性欲強いもん一人でできるもんみたいに言うなよお前パターン三つ目のお酒の力ですけども、これ僕たちが一番期待してるところですよね。これお借りしたいですよね力をねじゃあ女性の声いきますねいつもより多く飲んでしまって酔った時にかなりタイプの彼にボディタッチされてもう何をされてもいいという気持ちになりました 最高だね。 僕もボディたち頑張ろうよもう一ついきますね、うん、飲み友達の男性と一人で家に帰って寝ることは寂しいと意見があった時にギュッと抱きしめられてこのまま最後までと思ってしまいました飲み友達の男性とだから本当に友達だったのかっていうところですよこれそういうことだよねチキさん以前のお友達だっていますかいやいないですよねこれまでいたことってありますかまあ人生でゼロ人だったってことはないでしょうけど、うん、でも条件があるんじゃないですか条件というのは 例えば、こう、ものすごいおばちゃんだとか。うん、ああ、なるほど。ものすごいおばちゃん、うん、な年が離れてるいんですね。実際それ、どれぐらい上だったら。まあ、10歳ぐらい。あ、10くらい上なら、まあ、異性の友達になれるということだよね。だ10くらい上じゃないと、異性の友達になれないと。うん、いや、なれないでしょうね。恋愛対象になっちゃうで。あ、同世代だと。うん、じゃあ 50歳以上ぐらいの女性じゃないと恋愛対象になっちゃうって感じかな。そうですね。うん。あの、でも、タ木さんもっと上まで恋愛対象でしょう。年上女性。きだからね。僕は完璧まで行けちゃいそうな自分が怖いんですよ。まあ、もう悪いことではないですからね。ちなみに、下はどれぐらいですか下はもう無限に恋愛対象ですね。無限。ええ、無限。無もちろん、あの、法律とかがあるんで。まあ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 、そうだね。成人する前の女性とかないですけれども。高橋ジョージはしない。そうですね。ジョージはしないと思います。はい。まず、ジョージ自体がかっこよかったから。まあ、そうだね。当時40歳のジョージは、あの、今の僕らと大体同じぐらいです。 16歳の三船美佳さんいけてますからすごいねうん何でもないようなことが幸せに思えなくなっちゃってたんだろうねそうだよね、うん、なんか刺激が欲しくなっちゃったのかもしれないね、うん、じゃあ,まあ成人した女性と、うん、うんなら行けるって感じかなチキンさんは成人した女性ならそうそうですねだからまあ法律に女性が守られてるというよりは僕が法律に守られてるって感じですよ、ねうんうん、あ法律がチキンさんを守ってくれてるそうねそれがあるからまあそこに行かないで何とか自分を保ってられるんで、うんうんまあ、法律って大事だねそうだね日本は本当素晴らしいですよ、うん、だからそうか そうですね、うんうんうん、異性の友達、じゃあ、同世代は難しい、まずそうですね、うん、そうですね、18歳から50歳ぐらいまでは難しい、難しいですね、異性の友達として認めることは、なかなか難しいと思いますよ、恋愛好きになっちゃうと思いますんで、そうだね、うん喋ってるうちにね、どんどん好きになっちゃうからね、そうなんですよ、そうかそうか、異性の友達にするのは、実際、どんな人がいいですや、それはこう、馬が合うというか、ああ、波長が合うというかね、ちゃんとボケぼっ込みしてくれる人がいいですね。んでくる ツッコミがいいかもしれないですねボケはちょっと疲れるんでやっぱりそうだねボケはあの相当レベル高くないとねうんそうそうだから大体スナックのままってツッコミじゃんみんな確かにだからみんな行くんですよあそこににそうだわいいことよ毒のつくツッコミがうまい人はやっぱね男性に好かれやすいですからね相づちツッコミみたいなねそうそうそうバカ言ってんじゃねえよみたいなそうだねうん 僕は、そうですね、ぶりっ子な女性とお友達になりたいですね。真逆じゃないですか。ぶりっ子な女性。あ、全然いいんですか疲れないんですかだって友達として。いや、やっぱドキドキしたいんで。いや、だから恋愛対象じゃないあ、そうか。ダメかダメだよ。ダメだ。じゃあダメだ。うん。じゃあダメだ。うん。ダメでしょダメだ。ちゃんとしっかり考えとかないと。うん。そうですね。ちょっと考えとく。うん。じゃあいいはい。結論。言います。 女性がワンナイトラブできる男性の特徴は口が硬いギャップがある辛抱強いということでした女性は自分の名誉のためにも一旦は断ることをするそうですなので僕たち男はプライドを捨てて一度断られてもめげずにアプローチを続ける必要があるようです女性にする土下座が得意です